もたらせる利益と熱量が足りなかったから落ちたんじゃないかっていうお話だったと思うんですけど、その点について高野さんどう思われますか？単純に募集が多いところを攻めてないっていうだけの単純なマッチングミスなんじゃないかっていう気がしてますけど、うん、一番大事なのって求人があってそこでまあ欲しい要件があってそこにご自身が合致してるかどうかってことなんで、まあ、そもそも求人募集意欲があまりないとか狭いところを攻めてあると、まあ、内定は取れないということなので、建築デザインという領域を馬場さんは希望されてるんですよね、はい、なぜなんでしたっけ？それじゃないと絶対ダメなんでしたっけ？建築を学んでいるんですけども、建物の外観というよりかはスペースのデザインをしたいので、人が集まるオフィスであったりとかワーキングスペースであったりとか、そういったものを作りたいなっていう空間の中でのデザインをやりたいなっていうふうに思って。若い時ってこれがやりたいと、絶対これがやりたいって言ってるけど、結局は建築などに関わって人を動かせたいみたいなことだったりするじゃないですか、っていうふうに考えたら、その周辺の業務もきっと楽しくできるんじゃないかなと思っていて、もうちょっと抽象度を上げるともっと他にもやってみたら面白いっていう仕事があるんじゃないかなっていう気はします。そうすると受けられる幅が広がってくるんで、まあ、結果内定も出るし、まあ、別にそれは妥協だと思わないので、本当にやりたいことに全然該当してるんじゃないかと思うんですけど。会社見てると専業会社あんま受けてなくないですか？だから国用さんのインテリアデザインとか、岡村さんの空間店舗設計インテリアデザインとかっていうとこ受けてません？あれって何か理由あるんですか？国用さんだったりとか、はい、岡村さんのように、はい、建築のデザイン以外の その事業をやってるところも結構すごい魅力だなと思っていて、うん、それは他の分野にこう進出するときに他の企業よりもこう一歩目が出やすいのかなっていうふうに考えていて、その中でもやっぱりその自分の中では設計というか一つものづくりをするという立場で職に就きたいというのを思っていたので、それで本当に設計職絞って、あとはその設計職しか志望できませんみたいなのところもあるので、同時にいろんな部署にこう先行出るっていうことはできなかった。でもなんとなく本業がある中のデザイナーってより入りにくいと思うんですよね。例えばサントリーの宣伝部ってめっちゃ入りにくいじゃないですか、っていうようなところで、いや例えば野村工芸社とかスペースさんとかもろ空間設計とかインテリアとかやってる会社って別にあるんですけど、これから受ける予定なんですかね？あんまり考えてなかったって感じですか？そうですね、あまり考えていなかったっていうのがあるんですけども、大手さんを受けさせていただく反面、若い会社っていうものをすごい魅力的だなっていうふうに僕自身考えていて、まだ規模が全然小さいので、これからどんどんこういろんなところに踏み出していくっていう部分で挑戦力があるのかなというふうに思っていて、それが結果的にその一つの部署として小さいので、だんだん他の企業でもそういう設計職であったりとか、ここからもっと違う部署と関わらせていきたいなみたいな、その先ほどのこういうことがしたいですっていうものが影響して、局所的に狙っているっていう。さっき高野さんがおっしゃってたミスマッチっていうのがもしかしてそこであるかもしれなくて、全部が空間デザインやってる会社だったら、要はペイペイの方から育てる仕組みみたいなのがあったりするんですけど、いろんなことやってる会社の中のここって言ったらめっちゃ専門性高い人を求めるわけですよね。だからより厳しいっていうかいう感じがするんですけどね。今の意見すごく素晴らしいと思っていて、小さくて若い会社組織に魅力を感じるっていう価値観が本当に最高だったと思います。で、そこの価値観があるんだったらもはや就職ってする必要ないんじゃないかと僕は思っていて、まずは小さい段階でもう自分で立ち上げてしまう、自分で立ち上げてまずはコツ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 小さく実績を積ん で大手から受注を受けるっていうので空間デザインをしていくっていう方向の方が合ってるんじゃないかと思っていて、で実際自分自身も話し方もしっかりしてるし、まあ30代40代の大人からの信頼もすぐ得られそうなので、仕事もすぐ決まるだろうし、お金には困らないだろうし、だから自分でやればいいんじゃないかなって思いました。もうはっきり言って、はい、そうですね、自分でやるっていう考え方があまり僕の中ではこうなかったっていう部分でもあるんですけど、でも小さくて若い組織には価値を感じるわけじゃないですか。できますよ、やる気次第です。できます、できます。だから就職する人ないんじゃないかなって僕は思ったです、はい、まさかの就職しないでいいんじゃないかっていう話がしてないんですけど、前提として人間性がめちゃくちゃしっかりしてるから、入社動機が思いつかないんだったら入社しないっていうのが一番いい。
先ほどの赤野さんのお話で本当に空間デザインしかやりたくないのか、もしくは全く別の一般職というかビジネス職もやってもいいかなと思ってるのかっていったらどっち派なんですか？結論から言うとやってもいいなっていうふうには考えているんですけれども、長いキャリアプランを見ていくとやっぱ入り口じゃなくて結果的にどうなりたいかの方が多分大事だと思ってはいるんですけど、就職活動で一律に21卒っていう中で今年就職しなきゃいけないであったりとか、ここにまずは入りたいみたいなものがこう入り口しか見えてなかったかなっていう部分は一個そういうことを実感しているかなっていうふうではありますね。まあ、結局転職の求人を見てもいただいて、転職の求人数が少ない仕事に就職してしまうとその仕事は世の中にないっていうことなので結構詰んじゃうというか転職できないんですよ。なので就職も転職もベースは一緒で、その仕事が世の中に本当に求められてるのかってことは、まあ、検索したらすぐに出てくるので調べた方がいいかなって思いますよね。起業するにしてもその発注が多い仕事をちゃんとやっていき喜んでもらえるっていうステップが必要かなって思いましたけどね。応用できるようなジャンルっていうのもありますから、まあ、そのウェブとかアプリとかもデザインできるし、ちょっとした建設建築物みたいなものをデザインできるとかっていうのがマルチスキルになりうるので、世の中にあるたくさん求められているものを少し研究していただいて、まあ、結局ユーザーさんとか企業とか人とかに喜んでもらったら仕事はめちゃくちゃ面白いと思うので、まあ、そういう目線があってもいいのかなとは思いました。ありがとうございます。このまま行くと衰退してしまうんじゃないかであったりとか、プロに講釈垂れたわけなんで、はい、上から目線どうする、お前全然分かってないくせに何決めつけてるんだよ。技術力がないんですよね、デザインとしては。今心の中ぐちゃぐちゃになってるんじゃないですか、ね、いろいろ